クリフテルはドイツ連邦共和国ヘッセン州マインタウヌス軍の町村である。クリフテルはフォアタレウヌス地方の果樹園と呼ばれる。この町周辺の土地では穀物の他にイチゴやリンゴといった果物が栽培されている。この地の気候は果樹栽培に公的なのである。クリフテルは大都市フランクフルトアムマイント シュートビースバーデンとの間、マインタウヌス郡軍の東軍境沿いに位置している。クリフテル町内をシュバルツバッハ川が流れている。この川は昔は、ゴルトバッハと呼ばれていた。汚染がひどくなったことで、この名称はふさわしいものでなくなったが、状況は再び改善しつつある。クリフテルは、北東は、軍独立市フランクフルトアムマインのタイルスハイム区、南は、 ハッタースハイム・アムマイン、西は、ホーフハイム・アムタウヌスと境を接している。クリフテルは、単一の地区からなる。紀元後72年から73年頃、ローマ人は、その定住地を守るため、クリフテルを見下ろした台に、石像の城塞を築いた。このホーフハイム城は、ホーフハイムのカレンベルクに設けられた見張り塔も、死人できる位置にあった。現在の町境にあった。 宿営のための村は1841年に発見されて以降何度も考古学的発掘の対象となっている。754年古田へ向かう聖母ニファティウスの創列はおそらくこの町の付近でシュバルツバッハ川を渡った。この宣教師を称えて数多くのボニファティウス礼拝堂が建立された。クリフテルは790年に古田修道院に寄贈された際に 初めて文献に記録された。当時はクルーフターと呼ばれていた。現存する古文書で、クリフテルはしばしばクラファター、またはクラファターと記述されている。この村の表記は13世紀までにクラフトラあるいはクラファタラ、後にはクラファテルと変遷した。現在のクリフテル町内には同じくらい古くからヘディングハイムという集落があった。 ヘディングハイムは16世紀に敗村となった。クリフテルは近隣のホーフハイム・アムタウヌスと同様に13世紀にフランケンシュタイン家の支配下に置かれた。この村は14世紀にマインツ選定公領となった。クリフテルの街の紋章に描かれたマインツの輪がかつてマインツ選定公領であったことを現在でも示している。その後、クリフテルをも含むアムとホーフハイムは エップシュタイン博に借金の担保に出された。エップシュタイン家の断絶後は、シュトルベルク博がこれを相続し、1540年にクリフテルにも宗教改革をもたらした。1559年、マインツ選定校の借金が返済され、クリフテルはカトリック信仰に戻された。1618年から1648年の30年、戦争は、 クリフテルにひどい影響を残した。1609年頃に存在していた13の農場、44家族、水車1機がこの戦争の犠牲となった。最初のボニファティウス礼拝堂も戦争で破壊された。この礼拝堂は1755年に新たに再建された。特にひどい傷跡を残したのは1635年に襲来したスウェーデン軍で、 73歳のクリフテルの司祭ヨハン・バグナーも公主刑にされた。クリフテルは比較的素早く戦争から立ち直ったが、1671年3月6日に再び不幸に襲われた。この日の朝10時に村長のヨハン・オーアウスの納屋から出火し、強い風に煽られて勢いを増し、残ったのは34件の木組建築のうち4件と、教会の一部だけであった。 1792年にフランス革命軍がこの地域に侵攻し、マインツとフライクフルトとの間の地域を占領した。19世紀初めのクリフテルの人口は628人であった。1803年に正界諸公が廃止された。マインツ大使協領もその大部分が失われた。クリフテルは他のラインガーウガン地域と共にナッサウ交領となった。 広島戦争後、ナッサウ高領はプロイセン王国に併合された。クリフテルはプロイセン領となることで利を得た。マインライン鉄道がクリフテル近傍を通ることになったのである。1877年10月15日、この村の駅に通常列車が初めて停車した。この鉄道への接続やマインガー下半の化学産業の交流、特に 平室と占領工場は20世紀初頭のこの町に人口増加をもたらした。終戦後の1945年から1973年のオイルショックまでクリフテルの人口はネオ兵器に4.5%の増加率を示し2221人から8335人に増加した。はじめは 特に当時のヘイ平スト AGE の関連会社による様々な建設プロジェクトが進行する建築工事の現場として人が住み着いた。1955年にクリフテル汚水処理場が完成し、1960年にベルリーナ広場に面してこの町で最初の高層ビルが作られた。1967年に軍立体育館が1968年に スポーツグランドがクリフテルに完成した。この街の一大プロジェクトが1972年に完成したスイミングプールを含むフライサイトパルクの建設であった。この施設はクリフテル全体の面積の約2から3%を占める。シュバルツバフハハレは1973年にオープンした。1970年代中頃にクリフテルは これを合併しようとするホーフハイムと自治体の独立をめぐって戦わなければならなかった。共通の利益のための戦いはクリフテル住民の連帯感を強めた。住民投票では独立した自治体として存続することを支持する票が圧倒的多数を占めた。ホーフハイムへの合併に抵抗する対するクリフテルの抵抗のシンボルはハリネズミであった。 その後も長年にわたってホーフハイムから合併の探りが入れられた。1989年にクリフテルの人口は初めて1万人を超えた。その直後の1990年にこの町は1200年祭を祝った。すでに40年以上前からホーフハイムを迂回するバイパス道路が計画されている。このバイパス道路計画は主要な部分が クリフテル町内を通る計画となっている。この計画に対しては、路線沿いの住宅密集地の騒音増大だけでなく、クリフテルとホーフハイムとの町境に面した住宅地を分断することになり、生活環境に大きな影響を及ぼす懸念があり、批判の的となっている。ダルムシュタット行政管下本部は計画確定手順が公開されたが、 クリフテル及びホーフハイムの双方を合わせて6000人を超える住民がバイパス道路建設に反対する意見書を提出した。2011年現在、この道路計画は検討中のままである。クリフテルの町役場県公民館クリフテルの町議会は31議席からなる。1945年から1946年までビリー・ボルファーマンが町長を務めた。 ケオルクリー・ヒベルク及び時代のヨーゼフ・ビットバーの在任中にフライツアイトパルクが実現した。ビットバーの公認ウェールスの時代に町役場を含む商館町街、スーパーマーケット、パン工房、薬局、小さな商店街といった町の中心部の改造が行われた。この町最大の政治スキャンダルが 1991年の収賄容疑によるベルス町長の逮捕である。セディの有利となるような政治献金とシュバルツバッハ連盟宛ての架空請求書と交換したとされた。ベルスは大規模建築の建設許可に対する障害を撤廃したとして訴えられた。また、豪華な旅行に招待され、ある建設会社が彼に格安で家を貸していた。町長は無実を訴え、 多くの住民が対抗を打ち鳴らし、松明を掲げて、町長支援のデモを行った。最終的に、ベルスは有罪にならなかった。ベルスの町長職を引き継いだパウル・デュンテは、新しい住宅地区、アム・エルトベール・アッカート、ツイゲライ・パルクの基本計画を立案した。パウル・デュンテの後を、クリスティアン・ザイツが継いだ。彼はもともと、ホーフハイムのバラウシクで生まれ育った。 ザイツは2006年3月26日の最初の投票でカール・ハインツ・グレプと戦い60.4%の票を獲得した。この選挙にデュンテは出馬しなかった。2012年3月4日の選挙ではレギーナ・ビッシャーに対して75.1%の票を獲得して再選され、さらに6年の任期を得た。この町とクリフテルは定期的に 相互訪問を行っている。姉妹自治体を記念して、ボランティアによって運営されている無料の図書館がある。バーンホーフプラッツは、プラッツフォンエーレーヌと改名された。この街には、フライツアイトパルクと呼ばれる公園がある。ここには、広い緑地の他に、ミニゴルフ場、二面のサッカー場、インラインスケートやスケートボードのためのファンボックスを有する広いアスファルト広場、 ジャングルジムや二面のスロープ滑りがあるシュピールプラッツがある。この他、レジャー公園内には池があり、夏にはカモが泳いでいる。また、この公園では毎年協会祭が開催される。この公園の最初の部分は1972年に開園し、1978年に拡張された。2004年にはそれまで農地だった土地が、 公園に組み込まれ新たに造成された。レジャー公園の総面積は約10万5000平方メートルであるパルクバートと呼ばれるクリフテルの屋外プールはこの地域ではよく知られている。このプールはレジャー公園内にある。スイミングプールの他に3面のビーチバレーのコートがある。このプール施設は2008年秋から2010年春にかけて大規模な改修が行われた。 クリフテルを起点にして、タ体コールをクリフテルの救世主工場を終点と、する十億分の一スケールの惑星の道が1998年に作られた。この町最大の祭りは、毎年開始されるリンデンブリューテンフェストとクリフテラー・ケルプである。クリフテルのクリスマスマーケットは、年々、その規模と重要性を増している。セフトゥス教会セフトゥス教会セフトゥス教会は、 この町で最も古くから教会があった場所に建っている。提訴は1008年である。1671年の大火でこのカトリック教会は一部に損傷を負った。しかし修復後は長年にわたって改築されていない。人口が増加し、建築が老朽化したため大規模な新築工事が行われた。古い教会を解体した後に、 三年間の工事のあと1868年にセーフィトゥス教会が完成した。セーフィトゥス教会はマインタウヌス軍内で唯一の日本の教会塔を有する教会として知られている。1990年代に内部の改修が行われた。これにより古いフレスコが再び公開された。復活教会1559年に マインズ選定校によって、再びカトリック信仰に戻された後、クリフテルは何、世紀にもわたって、完全に、カトリックの街であった。第二次世界大戦後、故郷を追われた人々や、爆撃の被災者が流入したことで、クリフテルに、プロテスタント信者が急速に増加した。1951年に、プロテスタント教会の建設が議決され、 1952年から53年に建設された。当時、グスタフ・アドルフ教会と呼ばれていた、この教会は1953年に完成した。その後1970年、ボニファティウス礼拝堂布教の記念として建設された、最初の礼拝堂は30年戦争の間に破壊された。この礼拝堂は1755年に再建された。数世紀後、 道路建設工事に伴いこの礼拝堂は取り壊された。修道 L3011 号線近くのリムブルガー、ベークソいのこの場所には小さな記念碑が建てられた。現在の三代目の礼拝堂は丘の上に建てられた。この礼拝堂は1958年に完成し、2004年に徹底的な改修工事がなされた。この礼拝堂は現在、巡礼路。 ボニファティウスルートのステーションの一つとなっている。自由福音主義教会、マインタウヌス1959年から、クリフテルには、キリスト教系自由教会の一つである、自由福音派教会、マインタウヌスがある。この教会は、ビッテンに本部を置く、自由福音派教会連盟に属している。この教会は固有の教会堂を持っておらず、日曜日の礼拝には、バインガルテンシの、 フライツアイトハウスをハウスクライゼンには指定を利用している。クリフテル体験協会クリフテルの3つの協会組織はクリフテルエアレプトキルヒエのモットーの下エキュメニズムを基本とした活発な共同活動を行っている。この街には数多くの予暇活動やクラブがある。最も重要なクラブが SV07 クリフテルやトゥルーン・ントシュポルトゲマインで本 4884EV クリフテルである。クリフテルの住民は祭り好きとして知られている。クリフテルカウネバルスクループは毎年大規模なカーニバルのパレードを行っている。町は青少年の集会イベントにバインガルテンシューレのフライツアイトハウスを貸し出している。この他に 例えば夏休み中の休暇イベントや公園でのゲームイベントなど子供や青年向けの様々なイベントが多くはボランティアによって企画運営されている。クリフテル駅クリフテルはアウトバーン A66 号線沿いに位置しておりフランクフルト・ザイルスハイム・インターチェンジとホーフハイム・インターチェンジが利用できる。また A66 号線と連邦道 B40 号線とを結ぶ。 クリフテルジャンクションが町内にある。人口1000人あたりの自動車保有台数は609台である。これはドイツ全体の平均より高いがマインターノス郡の平均よりは低い値である。クリフテルには1877年にマインライン鉄道の駅が設けられた。この路線は現在ラインマイン S バーンの S2 号線が運行している。また、 マインタウンス交通のローカルバスが走っている。クリフテルでは工業が根付いており、職場の51%が製造業である。これはマインタウンス群で最も高い値である。クリフテルは世界的に活動しているカストリンオイテクティックグループの本社所在地である。特殊な自転車を生産する HP ベロテクニックもクリフテル産業地区のインフラを利用している。 リンデン州レクリフテルには学校が3校ある。リンデン州レはサッカー場を含む広い校庭を有している。バインガルテン州レはリンデン州レのすぐ隣にある。もう1校は職業学校のコンラートアデナウア州レである。ありがとうございます。